ウェスレイ・ウェイド・バンクストンはアメリカ合衆国のテキサス州出身のプロ野球選手。2002年の MLB ドラフトでタンパベイデビルレイズから4巡目指名を受け、6月17日に入団。参加のマイナーチームでプレーし、2006年はトリプル A で打率。297、5本塁打、29打点を記録した。2007年には開幕40人。 ロースター入りを果たしたが、出場機会はなかった。2007年9月21日に、ウェーバーで、カンザスシティロイアルズへ移籍。11月28日に再びウェーバーで、オークランドアスレチックスに移籍した。2008年7月2日に、メジャー初昇格を果たし、同日メジャーデビュー。メジャー初本塁打も記録する。10月1日に、FA となった。 2008年12月18日にシンシナピレッツと契約。2009年11月9日に FA となった。2010年2月24日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結んだ。参加のマイナーチームでプレーしたがメジャー昇格には至らなかった。6月23日に放出された。2011年は独立リーグである。 アトランティックリーグのブリッジポートブルーフィッシュでプレーした。2012年2月7日から横浜 DNA ベイスターズの入団テストを受けたが不合格となった。その後、メキシカンリーグのカンペチェパイレーツと契約。2013年6月13日にオアハカウォーリアーズへ移籍した。ありがとうございます。